久保さんさっきですね、事務所にですね、謎の来客が来まして、まあほとんど来客ないんですけど、ピンポンって来てね、あれ俺、注文したかなみたいな。なんも注文してないしなみたいな。で、なんかお、変なおばちゃん立ってるんですね。いや、NHK の集金かと。<laughs> タイトル NHK の集金なのかみたいにしておきましょうか。<laughs> NHK の集金が来たかみたいな。ちょっとね。 で、まあ、開けたんですよ。したらマスクしたは、多分ね、年齢的に60超えてる感じのおばちゃんが立って,てて、すいません、あの、手紙も言ってると思うんですけど、労働組合の、その、回し物ですとは言わなかったですけども、なんかその労働組合の確認をしてるらしいんですよ。一軒一軒、なんか回って、企業訪問みたいな。で、まあ、その、なんだろうな、社員がいる、誰かを雇用していると、なんかその、 そのな,んかな,なんかに入らないといけないんですよね。で、で、まあ、従業員とかいますかと、誰か雇用してますかって言って、言われて、いや、もう一人です、みたいな。それは一人ですから。僕はもう、バイトもね、従業員も絶対雇わないって決めてるんで。で、そのおばちゃんが、あ,あ、そうですか、と。あじゃあ、その、それに該当しないですね。大丈夫ですね。あ、はい、みたいな。で、何やられてるんですかってっあの、動画です、みたいな。 あの YouTube ですみたいな。で、そのお,お,おばあちゃんみたいな人が、あ今流行りのですねみたいな。動画広告 YouTube ですみたいな言っといたんですけど、<laughs> 今流行りのっておばあちゃんも YouTube わかってましたね。<laughs> で、これね、あの、イリュージョン3かな。イリュージョン3で、久保さんがね、NHK の集金の話をしてくれてて、僕はその NHK の集金の話聞いて、やっぱ久保さんすげえなーと思ってね、その、で、僕はすぐね、NHK の集金の動画をね、 その後それが聞いたやつをね、その、なんだ、アウトプットして動画撮ったんですよ。その NHK の、で、その時その NHK の集金が来て、まあ僕、テレビないんですよね。で、まあ、テレビないです、言うてね、パソコンしかないですから。で、まあ、断っちゃったんですよ。然なんか残念そうなように書いてったんですけど、で、それを動画で撮ったんですよね。その NHK の集金が来て、どうのこうのみたいな。 でそしたらその動画がですね、何万回か回ったのかな。で、結局、その NHK の動画を見てドリアカ入った人がいます。<laughs> なんか稼いでる人は考え方が違うんだなっ、つって。<laughs> ドリアカ入りましたね。久 <laughs> 保さん、ありがとうございます。<laughs> いや、NHK の集金で儲かりますね。ありがたい。<laughs> これ3年か4年前かな。四年、三年前か、ドリアカの一番最初のあたりですね。 ドリアカの一番最初のあたりなんですけど、そんなことありましたね。で、何が言いたいかっていうと、まあ受信力ですね。どのように受信するのかっていう、だみんなの銀行1000円もらえるのかという受信をするのか、NHK の集金来たうぜえなっていう受け取り方をするのか、受信するのか、どういう受信の仕方しますっていう。 久保さんは対談でも、のこの前取ったね、七夕企画で取った対談でも言ってましたけど、セルフバックをね、こう見てね、どういう受信をしたかっていうと、これを教えたら億万長者になれるぞと。ね。これを教えれば億万長者になれるぞと。で、みんなの銀行も、じゃこれをちゃんとシェアすれば、まあ、最大値でも30万は稼げるなと。これじゃあ、300人に紹介できたら、これ30万やんと。で、逆に言うと、300人に紹介できるようなプラットフォームができたら、他の商品も売れるなと。 ね、じゃあ自分でじゃあこれじゃみんなの銀行を30万稼ぎますなおかつじゃ300人に紹介できるっていうことはえっとこれじゃあ自分がねあの1000円の商品作ってねみんなの銀行で得たお金をあなたはどう使いますかとジュース代にするのか何々にするのか分かんないですけどあのただでもらったお金をあなたがどのように使うか。 その使い方によってあなたの人生は変わりますと、ね、じゃあジュース代にお金をその1000円を払うのかそれとも一冊の本を買ってあのー、なんだあそれをきっかけに人生変えるのかお金の使い方で人生は変わりますよとつって自分の電子書籍の本をあのね、まあ、500円とか1000円で作って売るっていうねわ <laughs>、ね、かります でそうすると、じゃあ、まあ、それ有料なんで、でも有料っつってもみんなの銀行で1000円入ってますから、なんだ。で、しかもその電子書籍でアマゾンに登録してればね、そのみんなの銀行ってデビットカードも発行されますから、<笑><笑>じゃあ仮に、じゃあコンバージョン落ちたとして、なんだ、300人のうち150人が買ったとするじゃないですか、それを1000円をね。でそしたら、あ今度15万ですか、45万ですね。<laughs> じゃあ、今度、電子書籍どうやって作るのかっていう方法を今度ね、売ったりとかしてねで。僕の本買ってくれた、電子書籍買ってくれた人に、ね、あのー、ま、あなたも本出せますよと、僕も本出しましたけどと。じゃあ、本の出し方、あのこあ、ね、出し方コンサルみたいな、本、本出版スクールやりますみたいなね。<laughs> 10万円ですみたいな。で、その150名中、じゃあ、その10万のスクール、電子書籍出版スクールみたいなの入って、 えー、10名買ったら100万ですね。10万で。<laughs> つまり、えー、みんなの銀行から派生して145万すか <laughs> っていうことを考そう受信してね、どう受信して、どうそのアウトプットするかっていう。まあ、100万稼げますね、みんなの銀行から派生して。<laughs> 久保さんもね、一番最初あれですからね、電子書籍ですから。 まあ電子書籍っていうかアプリ書籍、アプリブックみたいなね。そこからですから、スマホアプリ作れるみたいな。そのアプリっていうのが、昔ちょっと今ルール変わっちゃいましたけど、ブックカテゴリーっていうね、アプリのブックカテゴリーっていうのがあって、これ初心者でも出せたわけですよ。で、久保さんはそのね、教材ね、アプリ14時間作れるみたいな教材を買いまして、そこからまあやり取りが始まったわけなんですけど、スクールにも入ってね、 久保さんがなんか言ってましたけど、まあそれを武器にして、あのー、地元で、広島でその、なんだな、それを教えてたみたいなことも言ってましたけどね。10万円ぐらいで売ってたみたいな、うん、まあとりあえずね、受信力、大事ですよ。だと、そう、これね、僕今レター書いてたんですけど、レター書いてる時にピンポン来たんですけど、今日、今日っていうか日付回って12時間後か、0時か、0時に、 あのプレゼントで。そのプレゼントのレターを書いてたんですよで。そこでも価値、受け取れる価値について、受信力、受信力を因数分解してもっと細かくしてね、あのレター書きました。結構いいレターできたんじゃないかなと思いますね。はいまあ、詳しくは僕の裏メルマガに登録しないと、それは分からないと。プレゼントも受け取れないということでございますね。はい、<laughs> NHK の集金からの最終的に、 僕の無料レ、無料プレゼントに誘導っていうね。どうすか <laughs> ?NHK の集金じゃなかったですけどね。労働の、なんちゃらなんちゃらっていう。まあでも委託してると思うんですよね。多分、あれは。うんう。でも大変ですね、あれね。一本一本ピンポンしてるんですよ。大変だなと思う。おば,おばちゃんね、うん。大変です、あの仕事。うん。はい。いってらっしゃい。